最新の台風情報をお伝えします。この後台風10号が東日本に接近してくる可能性が高くなっています。衛星画像を見ていきますと雲の塊が大きく3つあります。こちら中国の南部台湾海峡付近、こちらが台風9号に伴う雲、そしてこちらですね、沖縄の東の海上にある雲、こちらが台風10号に伴う雲、そして日本の東の海上にありますこの雲、この渦を巻いた雲が台風11号ということになります。でこの後特に影響が大きくなりそうなのがこの台風10号ということになります。台風10号の最新の情報を確認します。台風10号は今日6日の9時現在、南大東島の北およそ100キロの海上にあって、時速約25キロで東へと進んでいます。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートルとなっています。台風はこの後次第に進路を北東の方向へと変えまして、明日の朝9時には紀伊半島の南の海上、そして明後日8日の日曜日朝9時には関東の沿岸部に近づいてくる可能性が高くなってきます。そしてこの予報円の北側を通ってきますと関東にかなり接近もしくは上陸という可能性もあります。でこのためですね、明日の後半からは特に東日本の太平洋側を中心に雨風が強まりそうです。雨雲の動きを見ていきますと、こちらは明日の朝9時の雨雲の予想です。明日は台風からの湿った空気の影響を受けて西日本から東日本、雨の降りやすい天気になってきますけれども、この後時間を進めて見ていきますと台風の北上につれて特に東日本の太平洋側ですね、雨足が強まってくる恐れがあります。東海地方ではこのように広い範囲で雨足が強まり、また関東地方もこの沿岸部を中心に特に日曜日はですね、雨風強まってきそうです。東日本を中心に雨風強まり、また高波となりますので警戒をしてください。そして台風9号に関する情報をお伝えします。こちら台風9号ですね、こちらの見解は大きく変わりました。台風9号は現在台湾海峡にあります。でこの後ですね、台湾海峡付近で勢力を次第に弱めまして、次第に勢力を弱めまして熱帯低気圧に変わると予想しています。でただですね、熱帯低気圧に変わってもこの後この熱帯低気圧が西日本方面に週明け近づいてくる可能性があります。また海上で再発達してくるという可能性もありますので、今後の情報に注意をしてください。また週明けは西日本方面雨が強まる恐れがありますので、こちら注意をしてください。最後に台風11号に関する情報をお伝えします。こちら台風11号は日本の東の海上にあります。でこの後も日本から次第に離れて東の方へと進んでいきますので、台風11号による影響はないというふうに見ています。この後明日明後日と台風10号が特に東日本方面に近づいてきます。強風そして大雨に警戒をしてください。